見つからない。どこだ、どこにあるんだ。どうしたの浅村くん、財布でもなくした？綾瀬さん、ないんだ、どこにもないんだよ。闇夜のメダル、最後の一枚がどこにもないんだ。はい。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。闇夜のメダルって何？ああ、ごめん。実は今やってる RPG の話なんだけど、全部集めたらレアアイテムがもらえるっていうクエストがあってね。世界中に散らばった闇夜のメダルを150枚集めたらクリアなんだけど。150枚ってすごいね。で、最後の1枚ってことは、他は全部集めたってこと？そうなんだよ。それも自力で。自力？ネットとか見ずに全部集めたの？そう！うわ、それは頑張ったね。でも、最後の1枚がどうしても見つからないんだ。ああ、それでムキになってると。世界中を探し始めて、もう3日目かな。ほんと、どこに？浅村くん、大丈夫？ふらついてるけど。なんとか。よく見たら、目の下にクマできてるじゃない。もしかして寝てないの？あと1枚だからって、実は、ずっと探してる。あのさ、基本的には勝手に心が赴くままに生きてればいいと思ってるよ。けど一応家族なんだしさ、さすがに心配だよ。だから今日は、浅村くん聞いてる？寝落ちしてるし。これは、一体。起きた？コーヒー入れたてだけど、飲む？ああ、ありがとう。俺、ひょっとして、寝落ちしてた？私と話してる途中にね。ああ、ごめん。無理したらダメだね。反省してるよ。そう。ならいいけど。とりあえず、ゆっくり休んでから、メダル探しの続き、やってみる。うん。もう倒れないでね。早く見つかるといいんだけどな。今日も見てくれてありがとう。テレビアニメ化も決定した小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。おまけ。あ、見つかった。見つかったよ、綾瀬さん。休憩したおかげだよ。ありがとう。どういたしまして。よかったね。